有機つむぎ。有機つむぎとは、茨城県、栃木県を主な生産の場とする絹織物。単に、有機とも言う。奈良時代から続く高級織物で、国の重要無形文化財。近現代の技術革新による細かい島、かすりを特色とした最高級品が主流である。元来は硬くて丈夫な織物であったが、かすりの精地化に伴い糸が細くなってきたため、 現在は軽くて柔らかいと形容されることが多い。つむぎと呼ばれる伝統工芸の絹の織物は日本各地にある。このうち、結城つむぎは茨城県西部の結城市と隣接する栃木県小山市などで作られている。結城郡の旧石毛町、現、上総市にも石毛、結城つむぎがある。手織りの他機械よりもあり。 糸もまわたてつむぎ糸、石毛のてつむぎ糸、年始工場の京年糸など様々であるため、その見分けは大変難しいのが現状である。上記の産地は、結城市を中心に、茨城県から栃木県にまたがる絹川沿いの約2 0トルの範囲内。栃木県側では、小山市から下付市付近まで、茨城県側は、結城市周辺、上層市、筑生市、 下妻市などである。小山もを勇気と呼ぶのには抵抗がある市民もいるが、もともと小山市とその冒険である有気市が支配した歴史を持ち地域のため産地のものは違和感は覚えないという。もともとこの地方では養蚕が盛んであって農閑期に副業として紬が作られたのが創始とされている。後に農業の機械化が進み、年間を通じて生産されるようになった。 かつて、絹川は、絹川と呼ばれており、生産中心集落の一つである小森は、海古守ると表記された時代もあるなど、結城地方では養蚕にまつわる地名が多く見られた。結城市には、見学や購入、織り体験などができる施設として、地元企業が運営する、結城紬ミュージアム紬の館や、本場、結城紬郷土館がある。伝承によれば、 すじ天皇の時代に、多やいのち、大屋の御子という人物が、美濃、美濃の国から勇気に近い日立国区寺群に移り住み、長は食べ足絹、長は食べの足絹と呼ばれる織を始めたという。足絹とは太い絹糸で織った荒布のことである。それが、勇気地方に伝わり勇気ぎとなったとされる。足絹は、日立紬と呼ばれ、1322年、 延元元年に発行された、定金往来で諸国の名産品の一つとして、名が記されている。1601年、慶長6年にこの地方の大官となった稲美善中寺が京都、新州における織物技術を取り入れるなどして、改良を行い、知名度を高めた。有気紬の名を確認できる最古の書物は、1638年に、刊行された、毛吹草である。 1712年には最上級のぎとして和勘三歳イズに紹介された。1865年に初めてカスリの有機ぎが制作される。1873年にはウィーン万国博覧会に出品され、世界的に名を知られるきっかけとなる。1953年、平織と縮み織が茨城県無形文化財に指定される。 その後1956年4月24日に重要無形文化財へ指定、平折りのみ、同時に従事者6名が技術保持者に認定された。1961年に結城市を中心とした各市町村により財団法人重要無形文化財技術保存会が設立された。1974年に NHK 庁の連続テレビ小説で放映された。 鳩とこの海で一部有機種が舞台となり、有機紬の知名度も高まった。1975年の文化財保護法改正に伴い、翌1976年、技術保持者6名の認定が解除され、保持団体の認定に変更となる。171名で、本場、有機紬技術保持会が設立され、 同会が重要無形文化財、結城紬の保持団体として認定された。1977年3月30日には、経済産業指定伝統工芸品として承認された。また同年、結城紬伝統工芸士が認定された。この年の認定者は染め2名、かすりくくり6名、折り6名であった。以後規定を満たしたものが順次認定されている。 1986年には、栃木県伝統工芸品、1988年には、茨城県郷土工芸品の指定を受けている。2004年、品質検査の際に重要無形文化財の指定要件を満たしていない端物にも、重要無形文化財指定商標が、不正交付されていたことが明らかにされた。文化庁が、保存会に改善を指導し、 翌2005年6月3日分の検査合格品から全単物が重要無形文化財表記のない商標へと変更された。2010年にユネスコ無形文化遺産リストに登録された。2014年に小山市は後継者不足のため市職員、紬織市の採用制度を始めた。有機紬は平織と縮み織の2種類がある。 現在の紡ぎはよりのない糸をへと抜きに使用する平織りが主流で全体の約97%を占める。かつては横糸に鏡年紙を使い表面がちり面上状に仕上げられた縮み織りが主流だった時代もあり、戦後の昭和中期頃は縮み織りが有機紡ぎ全体の約9割を占めた。1953年昭和28年茨城県指定無形文化財。 織物組織学上の分類では平織りに分類されるが、有機紬の縮みは、横糸1メートルの間に、約2000回の強い、よりをかけて糊付けした粘脂使って生殖する。ぬる湯の中で揉み込むことで、粘脂の糊が溶けて、横幅が縮み、表面がちり面状になることから、縮みと呼んで平織りと区別される。平織りは、単物の耳の部分に白い通るが、縮みは、 白糸がないので見分けがつく。勇気紬で縮みが作られるようになったのは1902年、明治35年頃だと伝えられ、布地が持つシャリ感が好評で女性物の人へに進出し、斬新なかすりを仕込んで成果を高めたことで、昭和37年頃は生産量の86%を占めるようになった。その後、 平織りが急速にすると1966年、昭和41年頃から、両者の関係は逆転し、現在は、本場、有機紬全体の3%に止まる。1953年、昭和28年茨城県指定無形文化財及び、1956年、昭和31年国指定重要無形文化財。 マータから指先で紡ぎ出した、よりのない糸をそのまま縦と横に使用した織物で、縮み織りに対して、のしと呼ぶこともある。歴史的には、平織りの方が縮み織りよりも古く、戦後は、平織りの生産量が少なかったため、国の重要無形文化財の指定を受け、保護されるようになった。その後は消費者の趣向の変化で、平織りの生産量が増えるようになり、 1980年の有機紡ぎ生産量、約3万単の99%に達した。国の重要無形文化財に指定された際に、定められた要件は、以下の3つで、糸紡ぎ、かすりくびり、織りの3工程について指定されている。以上の3要件のすべてを満たさない場合は、重要無形文化財とはみなされないが、本場、有機紡ぎであることにはそういない。 本は、有機つむぎは、もともとは、高畑でおられたものにも、調子を春田に付けられた登録商標である。現在は、絹帽子、剣士と混ぜておる、反抗業製品も生産されている。2004年に発覚した重要無形文化財指定商標の不正交付は、かすりが手首りではない、すり込み、イカ参照に対して行われていた。他の2項目は満たしており、 価値は、重要無形文化財に相当すると、有機つぎ技術保存会が判断したためと思われる。翌年から、重要無形文化財の表示はなくなったが、認定を取り消されたわけではない。有機紬は、元来、有機周辺の養産業で出されるクズ眉、ガのデカラや汚れなどにより売り物にならない眉を使って作られていたが、江戸時代中期から、 福島県小原町一帯で作られる入金まわた、利金まわたも使用するようになった。1723年の五十里洪水で、有機一帯の桑畑は壊滅的な被害を受け、以後現在は原料の99%を入金まわたが占めている。有機での養蚕も数件ではあるが減存する。茨城県は2001年に、大足という繭の新品種を開発し、 有機紬のブランドシルクとする計画を発表した。飼育数や時期が限られており、2006年現在で年間約100単ほどの生産ではあるが、開発が進んでいる。丈夫な糸が取れる上に、粒が大きく、一単あたりに飼育される蚕の数の削減につながるとして期待が持たれている。眉は重曹を加えた湯で2時間ほど煮込み、柔らかくした後たらいに移し、 ぬるま湯の中で5から6粒ほどを拳で広げながら、重ねて1枚の真綿を作る。中のさなぎが生きた状態で煮たものを、生掛け糸と呼び、艶のある丈夫な糸になるというが、以前は、保冷技術が未発達だったため木商品であった。乾燥させた真綿約50枚、約9 4ム、1問目を1はかりとし、約7はかりで一旦の有機紬を製作する。真綿を、 さらに両手で広げ、つくし、竹筒にキビ柄を取り付け台座に立てたものと呼ばれる、器具に絡みつけ、その端から糸を引き出す。片方の手で糸を引き、唾液をつけた、もう片方の指先でマータを細くひねるようにしてまとめ、糸にする。均一な、太さを保つためには熟練した技が必要であり、特に四十から五十歳の女性のぎでの唾液には、粘りがあり、 てりのある良い糸ができるという。引いた糸は、おぼけという容器に溜めてゆき、一はかり分のまわたがすべて糸になった状態を一、ぼっと呼ぶ。個人差はあるが一ぼっちの、糸紡ぎにかかる日数は7から10日、長さは約4から5 0 0メートルである。その後、糸揚げと呼ばれる作業で、かせの状態にする。本場、有機紡ぎと認定される無念のまわたてぎ糸を、 取れるようになるには10年以上の経験が必要となり、後継者は育っていない。成形と呼ばれる作業で糸を決められた長さと本数に揃え、縦糸を作る。有機紬単は、品質検査の規定で3畳7尺、約12.3メートルと決まっているため、それに余裕を持たせた約14メートルほどとする。本数は上糸640本、下糸640本。 経線280本が必要であり、無地や島柄の場合、これは単物の幅約9寸5分に相当する。縦糸を枠に巻き付け、図案に従って竹のヘラで墨をつけていく。墨をつけた部分を面紙で縛る作業を、かすりくくり、またはかすりくびりという。縛った部分には染料が入らないので色がつかない。この無染色の部分の組み合わせで、 かすり模様となる。縛りが弱いと染色中に面子が取れたり染料が入ってしまうため、かすりくくりは一般的には男性が行う。単物一のに入るきっの数で、殻の細かさは概ね4段階に分けられるが、縛りは一番単純とされる80きっこ物の幅に80個入るで160箇所。最高の細かさである200きっでは約400箇所にもなる。 一旦全体で数万箇所の縛りが必要となる場合もあり、かすりくくりだけで数ヶ月かかる場合もある。また、複数人での仕事は縛る強さが変わってしまうため、最初から最後まで一人が行わなければならない。戦後に、すり込みという染色法が開発された。これは墨付けをした部分に直接染料で色をつけてゆく技法である。戦前は、染料がにじむ上に、 色が定着しにくい点があったが、染料に混ぜる糊の量を通常の約2.5倍に増やし、粘りを加えたことで実用化となった。かすりくくりは染まらない部分を模様とするため、地は藍色、黒などの濃色にならざるを得なかった。対して、すり込みは単色の縦糸に模様を入れることが可能であり、現代の好みに即した明るい色の反物を製作できるようになった。 もともとは気合によって染色した紬糸を使用したものが多かったため、今でも染め業者は荒野と呼ばれることが多いが、化学染料の使用が主である。太平洋戦争期、食料を確保のために藍畑から転換を迫られたことや、戦後に藍では染められないような細かいかすりが主流になったことが、化学染料への移行の原因である。 女性向けに明るい色の反物が好まれるという理由も大きい。また、藍染めの糸は糸が毛羽立ち扱いづらくなり折りにも影響が出るため、反物としての価格も3割ほど高くなる。2007年時点、有機で藍染めを持つ染め屋は1軒のみとなった。草木染めを行う業者もわずかではあるが存在する。かすり模様をきれいに出すには、 くくりとくくりの間にしっかりと染料が入らなければならない。染料に浸すだけでは難しいため、枷を地面に叩きつけて染める、叩き染めが有機紬独特の技法として定着している。よりをかけずに紡いだ糸は力をかけるとすぐに切れてしまう。強度を増すために、成形と木巻きの前に糊付けをする。小麦粉と水を混ぜて、 糊状にしたものに糸を浸し、よくさばいて、風通しの良い日陰に干す。これを三回ほど繰り返す。糸の太さや、作業時の健康等で、仕上がりが左右される作業である。糊が強すぎると逆に糸同士が密着して折りづらくなるため、経験と勘が必要とされる。一生習いと言われるほどであり、糊の濃度などは、他の家には、簡単に教えないという。糊は、 基本的には着物に仕立てる前に、湯通しと呼ばれる作業で落とされる。たらいに四十五度前後の湯を張り、端物を浸しては湯を変えて徐々に糸そのものの風合いに戻していく。乗り付けは折り元が行うが、湯通しは専門の業者があり、有機紡ぎ製作の最後の仕上げを担っている。重要無形文化財指定の技法が用いられたか、田舎にかかわらず、本場。 有機紬として生産された単物は、すべて同様に検査され、長さ、打ち込み数、色村の有無や堅牢度など十五項目の規定を、満たし物にのみ、合格証紙が重付され、悪印が押される。組合員は安く検査が受けられるが、引組合員は、単物一単につき5万円必要となる。それでなくとも、利益の少ない手仕事の職人は、組合員とならねば販路が立たれるという弊害も、 発生しているのが現状である。1887年の有機物産織物賞、組合結成時に単物の検査が開始され、合格したものだけに商標ラベルを貼ることが定められた。1933年に検査は、検疫以降、1962年以降は生産者検査となった。現在は、旗や織元が指定された日時に単物を、本場、 有機つむぎ検査共同組合に持ち込み、検査を受けるという体制である。検査を受けた単物は問屋へ納品され、市場へ出ることとなる。かつて、有機つむぎは、島柄が多かったことから、産地では問屋を、島屋と呼ぶ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。